DS3WRC は、シトロエンが2011年から2016年まで世界ラリー選手権で使用した競技専用車である。2011年から適用される新しい車両レギュレーションに対応するため、S2000 車両をベースとして開発された。主な変更点として、エンジンが 2.0L1.6L、パドルシフトのセミ AT、 フロアシフトの C ーケンシャル MT、センターデフの廃止が挙げられる。油圧式、パワーステアリング、アルミハウジングのサデブ製トランスミッション、タイヤはミシュランを採用する。2010年9月30日、パリモーターショーで公開。マシンは、セバスチャン・ローブ、ダニ、ソルド、セバスチャン・オジェと、テストドライバーのフィリップ・ブガルスキーによって、テストが行われた。 2011年から2012年まで、セバスチャン・ローブ、ダニエル・エレナグミがドライバーズ・コドライバーズタイトルを獲得。2011年は、マニファクチャラーズタイトルも勝ち取った。しかし、前人未到の9連覇を達成し、WRC に興味を失いつつあったローブは2013年から、スポット参戦に止まったため、セバスチャン・オジェとホルクスワーゲンを止めることはできず、2016年まで、 タイトルを奪われ続けた。ローブのフル参戦終了後は2013年にガニ、ソレドがラリードイツで初優勝し、2015年にはクリス・ミイクがラリーアルゼンチンで初優勝を果たす。また2016年の経営難であったシトロエンは WTCC にリソースを注力したためスポット参戦するに止まったもののミイクが二勝を挙げた。2017年以降は 地方のプライベーターがこのマシンで参戦している。ありがとうございます。